皆さん、こんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてこちらです。はい。一番上に出ていますのが感染者の総数から回復者数の総数と、死者の総数を引いた数ですね。アクティブケースと呼ばれています。現在も陽性の状態が続いている数、人数が44,429 人となっています。その下の黄色い四角の中に書いてある数字が新規感染者数です。6,352 人と、これまでで最も多い数字が出ています。はい、その下、左下にあるのが、新規感染者数の内訳で、NCR というのはマニラ首都圏3,139 人新規感染者が出ています。続いてラグーナ592人、カビテ550人、リサール277人、そしてセブが261人の新規感染者が出ています。真ん中の円グラフは一番上のアクティブなケースの症状別で分類されているんですけれども、マイルド、軽症が最も多く 91.2% が軽症となっています。その次が 7.5% の人が無症状。だからほとんど軽症で、その次が無症状の人が多いということですね。重症者は全体のうちの 0.8%、そして致命的な症状となっている人たちが 0.6% となっています。そして右側の数字が感染者の総数となっています。112,593 人ですね。続きましてこちらですけども、回復者です。総数が 66,049 人。新たな回復者は240人ですね。で、隣が、死者の総数が2115人、そして新たに死亡した方たちの人数が11人となっています。その下のグラフは、1日あたりの死亡者の、推移を表しているグラフとなっています。はい。ドテルテ大統領は8月2日の深夜にですね、マニラ首都圏とカビテ、リサール、ラグーナ、ブラカンの4州を8月4日から18日までの間、一般的コミュニティ隔離からもう一段厳しい段階、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離へと引き上げることをオンライン会見で発表しました。ドテルテ大統領は8月1日にマニラ首都圏などを GCQ 一般的なコミュニティ隔離に据え置くと発表したばかりだったのですが、過去数日間の感染者の急増や医療関係団体の要請を受けて判断を変えました。なのでもう一度先ほど申し上げたマニラ首都圏をはじめとした4つの州なんですけども GCQ で行くと決められていたのが覆されて、やはり一段上の MECQ にするというのが、本当にフィリピンに住んでいる我々は驚いたんですが、特にこれらの該当地域に住まれている方は本当に驚かれたと思います。まあ、この背景にはですね、8月2日の新規感染者数が5032人となるなど、連日過去最高をですね、更新している状況も大統領に決断を強いる後押しをされたものとみられています。そして医療関係団体は首都圏を最も厳しい規制措置 ECQ 強化されたコミュニティ隔離へ戻すように医療団体は要請していたんですが、そうなってしまうと大統領はですね、もう経済が本当に止まってしまって国にお金がもうないんだということも言っています。なので一番厳しいものより一段階下げた修正を加えた強化されたコミュニティ隔離にしたということですね。これに伴いこの MECQ 修正を加えた強化されたコミュニティ隔離の地域ではレストランの店内での飲食が禁止になっています。テイクアウトは OK ですね。そして影響がですね、こちらのようにこちらわかりやすく色で示されているんですけども、×となっている中央の MECQ が修正を加えたコミュニティ隔離ですね。電車ですとかバスとかジープニーがもう×がついてしまっています。タクシーもついちゃってますね。で、こちらではトライシクルも×となっているんですが、最新の報道ではマニラの市長はマニラの中ではトライシクルは許可するということを発表しています。また外出時には外出許可証、検疫カードとかとも呼ばれていますけども、それを持っていかなくてはならなくなっています。なので基本的に家族の中で一人しか外に出られないということですね。
で、これまで、まあ、マニラもフィリピン全体では、私が住んでいるダバオも含めて一度 ECQ という最も強化されたコミュニティ隔離というのを経験しているんですけども、本当にもう普通の仕事している人は外に出ることもできないですし、本当に大変だったんですが、それより一段階低い段階ですけども、結構仕事もですね、できない業界、例えば建設業ですとか、理容店、ジムやフィットネスクラブ等が MECQ の下では、禁止となっています。製造業の工場などでは、従業員の送迎を条件にですね、稼働率 50% までは認められています。また、人が集まる集会等もですね、一般的なコミュニティ隔離、GCQ の下では10人まで許可されていたのが、MECQ、修正を加えた強化されたコミュニティ隔離の下では5人までとなっています。ちなみに私が住んでいるダバオ市は、MGCQ ですね、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離になっていまして、集会は会場のキャパシティの半分までは認められていると、そういう違いがあります。はい、というわけで本当に驚きのニュースでしたけれども、本日の動画で紹介した新規感染者も今までで最多となっていますので、なんとかですね、新規感染者を抑えるために、該当地域の方々は大変だと思いますけれども、なんとか忍耐で乗り越えていっていただければと思います。まあ、私が住んでいるダバオ市でもまだ規制というのは緩い段階ではありますけども、感染者はこれから続いて紹介しますけども出ていますので、本当にですね、お互い気をつけていければと思います。はい、それでは続いてダバオ地域の情報こちらです。こちらは8月3日の情報になるんですけども、今までとはこの数字の出し方がまた変わっていますね。一番上の492人というのはアクティブなケース。感染者の総数から回復者の総数と死亡者の総数を引いた数が出ています。492人ですね。で、新規感染者はその下に書いてあってプラス1と、8月3日の時点では新規感染者、ダバオ地域全体では1人しか出ていないということになっています。そして赤い枠の中に書いてある数字が感染者の総数ですね。ダバオ地域全体で1374人となっています。そして、円グラフこちらもあるんですけども、ダバオ地域で、はですね、フィリピン全国とはちょっと異なって、アシンプトマティック、これは無症状の人が一番多くなってますね。73.6% が無症状。次に多いのが軽症、マイルドなケースで 24.6% が軽症ですね。続いて重症者が 1.6% で、致命的な状況にある人は 0.2% となっています。そしてこちらは回復者ですね。新たに18人出て回復者の総数は830人。死者が新たに1人出て、死者の総数は52人となっています。はい。で、その下にあるのは検査したうちで陽性だった人が 1%、陽性率が 1% ということですね。そしてダバオ市に関しましては、フィリピン全体の規制措置の内容が検討された結果ですね、また引き続き MGCQ、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離の継続となったんですが、その同じ規制内容でもダバオ市内で実施する規制の内容が結構変わっていますので、それについてお伝えいたします。はい、ダバオ市政府は夜間の外出禁止を解除しました。これはもうすでに始まってまして、8月3日の月曜日からですね、はい。今までは夜間外出禁止令が出てたんですけども、それが解除になりました。それと一緒に FM パス、これは外出許可証みたいなものなんですけども、それも、使わなくていいということになりました。これまではショッピングモール等で、買い物に入る場合はですね、入り口で必ずその外出許可証というのを出して、しかもその曜日が割り当てられてまして、番号によって出られる日が決まっていたんですけども、それがもうなくなりましたね。まあ働いてる人たちは私もなんですけども、職員証とか ID を持っていけば買い物行くときは中に入れたりしたんですが、そうでない一般の主婦の方とかですね、は、その外出許可証が今までなくてはならなかったんですが、それがもうなくてもいいということになっています。まあこの MGCQ、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離、次は8月15日までとされて、その後の規制措置はまた8月15日かそれより前に、また次の2週間ぐらいですね。どうなるかっていうのがフィリピン全国的に発表される予定となっています。そしてダバオ市のサラ市長がですね、夜間外出禁止令と FM パスを使用しないということを決めたことについて、もう市長としては市民の方々の自主性を重んじますということを発言しています。それに伴って日曜日も外出、今までは一切禁止だったんですが、外出できるようになり、宗教的な活動も許可されるということになっています。まあそれでも会場の半分しか入れないというのは、
MGCQ の一般的なルールなんですけども、一応今まではダメだ、日曜外出禁止だったのが出れるようになって宗教的活動もできるようにするということを市長が発表しています。ただですね、市長は繰り返し、これあくまで市民の方々の自主性を求めているだけであって、もう好きなようにどこでも行っていいというわけではなく、あくまでも自主的に家にいてくださいという意味だということを強調してますね。新型コロナウイルスに対するワクチンや薬はまだできていないので、しっかりと各自で健康対策をして、状況を観察してもらいたいと。それと同時にですね、ダボ市長としては、今一番フィリピンの中では規制が緩和されているMGCQ の段階にあるんですけども、このダバオ市の規制措置を GCQ、一般的なコミュニティ隔離とか、今マニラ首都圏がなっているように MECQ、修正を加えた強化されたコミュニティ隔離ですとか、または一番厳しい ECQ ですね、強化されたコミュニティ隔離措置には戻りたくないということも発言しています。ですが感染者は増え続けているので、しっかりですね、各自が健康対策、具体的にはマスクの着用をするですとか、2メートル以上の物理的な距離を取るですとか、定期的な手洗いをしたり、手の消毒をしたりすることを励行してくださいということを強調しています。また、今 MGCQ の下では多くの人が仕事をできるようになっているんですけども、職場においてもしっかりと消毒をしたり、物理的な距離を取ったりするなどの対策をしてくださいということも発言しています。まあ今の段階では FM パスという外出許可証を使わなくていいということになったんですが、また感染者が急激に増えてきて、どうしても規制を強くしなければならないとなったら、また FM パスを使うことにもなるので、今持っている FM パスは捨てないで持っておくようにということも言っていますね。はい。そしてここで長らくですね、お酒が好きですけど飲めていない方たちが多くいらっしゃると思うんですけども、ちょっとだけ希望の光が見えまして、ダボ市長はですね、9月1日から酒類の販売禁止を解除することを考えていると公式に発言をしています。また、今クローズされているロハスナイトマーケットっていうすごい賑やかな場所があるんですけども、それも今閉じてますけども、それも9月1日をめどに、再開することを検討したいということを発言しています。まあ、ただこれは 100% そうなるというわけではなくて、感染者がこのまま落ち着いた、感染者がですね、急激に伸びず、しっかりと落ち着いた状態で、コントロール可能な状態でいけたらという前提だということも重ねて発言しています。まあ、それを8月30日をめどに、判断するということですね。まあ、それまでは、ダボ市内においては引き続き酒類の販売は24時間禁止となっていますので、本当にお酒好きの方々がですね、もう待ちきれなくなっているかもしれないんですけれども、9月1日という具体的な日にちが出ましたので、まあ、もしかしたらね、今年いっぱい無理なんじゃないかという話も、いろんな人としてる中でありましたけれども、まあ、ちょっと希望の光が見えたので、私はお酒飲まないですけど、飲む人たちはね、本当楽しみにしてますんで、9月1日までなんとかね、感染者を抑えて、お酒好きな方が飲めるようになったらいいなと思います。そして、ダバオ市に住んでる人には嬉しい情報がもう一つありまして、サマールリゾートが再開ですね。本当にダバオ市から船で15分ぐらい行ったところにサマール島という島がありまして、そこにはいろんなビーチリゾートがありまして、本当に休日にサマール島に行ってビーチでゆっくりするとか、人泳ぎするっていうのが楽しみな人もいたと思いますし、まあ観光でいらっしゃってサマール島に行きましたというコメントも、私の YouTube にいただいたりしてますんで、そこがですね、今までは行くことができなかったんですが、まあ制限付きではありますけれども、行けるようになっています。その具体的な内容ですけれども、8月1日以降、サマール島ではですね、営業許可と観光局からの運営許可証を持つビーチリゾートのみが運営を再開することが許可されています。ただし制限がありまして、予約がなく QR コードがない人は入場できないというポリシーがあります。また、リゾートがいろいろあるんですけども、それぞれのリゾートでキャパシティの 50% しか入場できません。そして、必ず最低限の健康プロトコールですね。まあ、消毒をしたりですとか、距離を取ったりですとか、そういった新型コロナの対策をしっかりと実施することというのが条件で許可をされたリゾートが運営できることになります。まあ、ただし、アイランドホッピング、スキューバダイビング、トレッキング及びその他のエコツーリズム活動は許可されていません。また、外出禁止時間が午後9時から午前5時までというのが引き続き実施されます。
そして24時間お酒類の販売は禁止となっています。で、7月27日の時点で観光局からの、暫定的な証明書を取得しているのは30カ所のリゾートのみということですね。はい、というわけで本当にですね、気分転換に様々行きたいという声をいろんな方から聞いて、私自身も行きたいなとは思うんですが、まあちょっと様子を見てですね、落ち着いたらゆっくりサマール島にくつろぎに行ける日が来ればなと考えています。まあそれ今までは全く無理だったんですけども、こうやって数は限られていまして制限付きではありますけども、オープンされたというのは嬉しいニュースですね。はい、というわけで、マニラとダバオの状況について私の動画ではこのように紹介をしています。ぜひ、チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。はい、日本もフィリピンも大変ですけども、健康にはくれぐれも気をつけてお互いいければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。